2011年にコンシューマーオリジナル格闘ゲームとして発売されたファントムブレイカーが大きく進化して帰ってきた。ファントムブレイカーエクストラ。コマンド入力不要の簡単操作はそのままに、他の格闘ゲームとは異なる独自性の高い駆け引きが可能。鈴平浩デザインによる魅力的なキャラクターと、それを演じる豪華な声優陣、美しいカットイン演出がデュエルを盛り上げる。新たに参戦した4人のデュエリストを含めると、キャラクターは全部で18人。また同じキャラクターでも3つの戦闘スタイルを変えることで戦い方が変化。そのキャラクターバリエーションは実に54通り。ある条件を満たすと隠しキャラクターも。そして今作ではストーリーモードの代わりにシチュエーションバトルモードを追加。シチュエーションバトルモードとは、各シーンごとに決められた条件を満たすように戦っていくと、ファントムブレイカー独自のゲームシステムを学んでいけるモード。キャラクター同士の掛け合いも楽しめる。もちろんオンライン対戦機能も搭載。4人まで参加可能な対戦部屋を作成し、プレイヤー同士の観戦も可能。シンプルな操作で高度な駆け引きが誰でも楽しめるコンシューマーオリジナル格闘ゲーム、ファントムブレイカーエクストラ。プレイステーション3および Xbox360 で発売。初回限定版には2大豪華特典が同梱。サントラ CD にはオープニング・エンディング曲をはじめ全 BGM が収録。 FA 戦術解析書はキャラクターの設定に加えて、ゲームのシステム解説や戦い方まで網羅した豪華な攻略ガイドブックで、今作から始めるプレイヤーも安心。真のファントムブレイカーは私。